何してんの。モンハンハワイどうした、それどうした、どうしたこれ。え、これ船長さんに貸してもらいました。あら、似合ってますね。本当ですか、本当にさ、可愛いな。よく言われます。言われちゃうんだね。言われちゃうがね、可愛いんだもんね。これ船の2階でしょ。そうそうそう、はい、見晴らしが一番いい場所、ま、ね、あの前も見えますからね、はいはい、で、あのよく泊まるヒルトンもあそこあるし、よく泊まる、あ、フジテレビだ。青っぽい。すげえ。フジテレビが青の子がおる。青の子が。すげえ。こっちにも青の子がおる。いやもうここは、はい、まあ、景色がいい場所で、ええ、操縦も後ろでね、船長さんがされてます。はい、どうもすいません、お邪魔してます。ここでやってるわけですね。はい、そうですね。ここで操縦をしてるところに。じゃあ船長さんが操縦するのも見られるってことですね、ここで。そうです、ね。あれ、田中さんは競輪始めてどのぐらいですか。はい、そうですね、1988年ですから、もう30年ですね。30年ですね。じゃあもうほとんどのこう昔の選手からもう今の選手に、ね、まあ、調べて、あの中野さんとか、あ、そうか、ね、井上さん、まあ、あと、まあ、まさに今元気な神山雄一郎さんとか、はいはいはい、まあ、吉岡俊正さんとかね、あの辺取材してましたね。あ、神山さんが二十歳ぐらいの時も知ってるってことですね。そうです、19ぐらいの時ですね。すごいな。もう今も本当若いですけど、本当あの頃も本当すごかったですよね。ただ今アッキー、へーすごいって言ったけど、うん、神山雄一郎さん知ってる？知らないです。出た、さすが。あの今あのこれからアッキーが例えば競輪ハマってもらうのが一番嬉しいじゃないですか。はい。田中さんから競輪の魅力ってどういうところですか。そうですね、やっぱ競輪はですね、やっぱ本当にこう自分のこう思った展開、推理ですね、うん、推理をこう組み立てるんですね、うん、その通りに選手が走ってくれて、うん、その通りにゴールして、うん、車検が当たってお金が増える、うん、これがやっぱり一番面白いですね、はい、もっと言うとですね、展開が当たっただけでもちょっと嬉しくなっちゃうんですね。ゴールが違っても、ちょっと違っても、よし、もうこの選手がこの選手と競ったぞと、うんうん、で競り勝って追い込むぞと、うんうん、もうなんか展開が当たっただけでも嬉しいんですよ、うん、ゴールが当たったらもっと嬉しいんですよね。そうですね、車検がね、うん、反映されれば、はいはいね、あとはもう秋なんかから見たらあの男の人たちのぶつかり合い、ああ、うん、そうですね、普通にぶつかったでしょ、こうすごいガガガやったでしょ、うんうん、あれをねぜひあの目の前で見てもらうと感動する。いやー、あの実際に見たいです、迫力あるからね、うん、やっぱり時速65キロでぶつかり合ってるなんて信じられないですよね、すごいですよね、もう人間技を超えてますよね、競輪ってあの女性の選手もいるんですか、はい、いるんですね。と7月にですね、またあの100あの新人戦が出て、100人を超えて111人になるんですね、うん、おー、そうですか、はい、ガールズ競輪で、うん、はい、できましたね、今年でもう6年目になるんですかね、うん、はい、そうなんですね、もうすごいあの可愛い子も入れて、はい、いっぱいいますよ、うん、本当に、見てみて、今可愛い子もいればって言いましたけど、ね、いやいや間違いない、そこまで見せてください、可愛い子がいっぱいいますけどね、本当に性格も良くてね、可愛い子いっぱいいて、田中さん、ちなみに顔だけで言ったら誰がいいですか、ガールズは。まあ、私が取材した中では、うん、はい、あ、高木真備選手なんか可愛いですね、ちょっとこうドキッとしちゃいますね、うん、あら、取材したらドキッとしちゃった、ちょっと嬉しいですね、写真撮ってるとあのなんかちょっとドキドキしちゃうからね。